ブール・ラレーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ県のコミューン。ビエーブル・川砂岩にある、ブール・ラレーヌは、南を、アントニー、北西を、バニュー、北東をカシャン、東をライレ・ローズ、南と西をソうと接する。12世紀初頭、ウルグム・レギナエの名で呼ばれていた。多くの仮説で取り上げられる、王妃にまつわるという由来は疑問視されている。フランス革命時代、 短期間、ブールイコールエガリテと解明させられていた。1247年、サントジュヌビエーブ修道院の聖職者である、モレオンのトマが、ブールラレーヌの領主となり、住民を濃度の身分から解放した。ブールラレーヌの近くには、ハンセン病患者の共同体があり、ビュルビエンヌの名で呼ばれていた。シャルル9世は、ビュルビエンヌをパリのオテルデューに与えた。1564年、 ビュルビエンヌは取り壊された。1152年に、モンマルトル修道院が建てた教会は、ユグノー戦争中の1567年に、ユグノーに略奪され放火され、廃墟となった。1600年、コミューンは市街を城壁で囲む許しをもらった。コミューンへ入るため設けられた2カ所の門は、19世紀まで残っていた。アンリ4世は、ブールラレーヌに広い庭園を備えた。 カントリーハウスを建て、愛称をガブリエルデストレに与えた。1722年、ルイ15世はこの館を、スペイン王女へ与えた。19世紀まで、ブールラレーヌでは、陶器製造が盛んであった。AB、リクスヨネアイーストリックデアンビロンで、パリジュドードアエメテピエロッチ。ありがとうございます。